はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やってみましょうということで、こちらということで、セクシー田中さん問題、脚本家の人々、ちょっと話のすり替えするのやめてくれないかなと思うんですよ。はい。すいません。非常にうまいこと、長い時間をかけて、動画とかで要するにバーって見て、要は話をうまいこと要するにすり替えてるんですけど、本質的なところから要するに、おかしなこと言ってますよ。はい。いや、文字媒体のものを要するに、漫画媒体のものを映像に要するに落とし込むっていう風な作業をした場合に関して、完全に原作と同一にできるんですかって、誰がそんなことを思ってるやつも、一般人でもおらへんわ、ほとんど。とか、そういう話の展開の持ってき方をするとか、いや、その要するにところで、要するにこういう事態が後ろであるんですとか、原作者と要するに、脚本家の間でのすり合わせっていうのはずれることがあるんですっていう話になってるっていうことになってるわけでしょっていう、とか話をするんですけど、これ全部関係ない話です。これ全部関係ない話です、今回のケース。セクシー田中さんの問題。例えば、松井くんが言いましたっていうような話しかないんです。松井くんが言いましたって言うんですよ。漫画家とかで何でもいいさ、例えば。漫画家とかでやりましたっつって、で、まあ、映像化しますって好きにやれやって言ったとしますよ。で、まあ、興味で言うってドラマはドラマで別なんやから。アニメはアニメで別なんやから知らんっつって。言いましたって言ってね。で、まあ、お金もらいましたって。まあ、ドラマが制作決定しましたっつって、なんか松井さんはなんか全然話変わってるんですけど、つって。まあ、それはドラマの話はドラマやからな、つって。そう。ドラマの話はまあドラマやからな。俺の知ったことじゃないよな、つって。いう風な話で終わらせますよいう風な話でやったらね、それは別にいいんですよ。それで炎上しましたっていうんやったら、例えばその仕組み上まあそういうこともあるんでできないですねみたいな、その実写化するにあたってこういうのは無理でしたみたいなことがありましたっていうんやったら、それは全然わかるんですけど、違うよね今回。違うよね全然。はい。まずポイントになってくるのはこの問題はこちらということですね。原作者の人はそのまま使ってくださいねと、原作をそのまま使ってくださいねっていう。で、それを要するに使ってきますっていうことで、そう受けたのに改変しましたっていうのが問題でしょって。違うんですかね。いや、そうやったら、証拠あるんやったら言ってくれって言うんですよ。セクシー田中さんの要するに、原作者、すみません、誰やったか忘れたんですけど、原作者の方が、原作を要するに改変してもいいですよって言って出しましたって言うんやったら、その証拠出してくれやったんですよ。そう、ないよ、今のところ。今のところそういうデータね、2月2日の時点ではないよ。ないんやから、そう受けたのに改変しましたって大問題でしょって。え、なんで原作者に許可を取らないでお前勝手に変えてんのって話。そう。で、そこは、脚本家だけの責任ちゃうから、当然。それは原因を作ったのかで、ええか、原因は作ったのか、小学館の責任かもしれないし、小学館の責任かもしれないし、テレビ局側、つまり日テレ側の問題かもしれないし、日テレに加わっているそのプロ、総合プロデューサーの責任かもしれないし、役者の事務所がうるさかったかもしれないし、もちろん脚本家のせいかもしれないし、その要するにスタッフの技量が低かったからかもしれないですよね、例えば。ただ最終的にそれは日テレ側に問題か、これ日テレが問題だよねっていうことですね、まず。これはまず第一の問題点ですね。第一の問題です。で、脚本家の人たちが批判されてる部分で一番大きいのはここやで。脚本家の人たちが批判されてるのは SNS で原作者が批判したよ。これが一番批判されてることですよ。いいっすか皆さん。脚本家の人々は原作者の作品を使わさせていただいてる状況ですね。そうやね。で、皆さんは今これでおっしゃってる、ここの要するにところとかで、なんか1時間かかる動画で話してる通り、そのテレビ局の状態であったりとか、ね、その小学館とのやりとりの間でぐちゃぐちゃになるっていう問題意識持ってるんでしょ？問題点があるってことを分かってたんでしょ？分かってるんでしょ？なんで原作者批判したんって話。なんで決めつけなの？おかしいやん。こんな事態になったっていうのは、本来だったら原作者側に立たんとおかしいん。脚本家の人間が同じクリエイターなんだって言うんやったらね、俺は違うと思ってる。原作者をゼロから一を生み出す人。新しい何かを要するに一生懸命やる。脚本家っていうのはそれを壊さないようにその媒体に要するに合わせて調理する人。わかる？だから、漫画とか漫画家とかっていうのはゼロから10点とか。100点の作品を作っていく人なんです。
0点のもの、つまり何もない0の状態から10点の作品を作るのか、30点の作品を作るのか、100点の作品を作るのかって。だから、ナロー系小説で素人の方が書かれてますよって、俺も やってみたから分かるんだけど、結構しんどいなと思って。やってみて、ああ、今夜しんどいなって。ゼロから何かを作るってのは結構しんどいですねって。ナロー系小説とかで、まあ別に見なくていいですよ、別に。とかもいいんですけど、まあ字間違いでいろいろやったりとかするんで、ああ、なんか、こういうストーリーでこんな感じでいくんかなっていうふうにやったんやけど、構造的にはやるんやけど、これ結構勉強せんと難しいなって思いましたよ、単純。うん。でもそれは別に俺はもう暇つぶしでっていうか、生徒があまりにも要するになんかメンタルがやられそうなんで、どうしてもなんか小説が読みたいんですとか言い出したんで、それぐらい追い込まれたんですよ、ほんとコロナの関係で。コロナの影響でほんと生徒追い込まれたりしたんで、じゃあ今俺小説書くからもそれ見とけやつって言ったら、まあ意外と、まあさ、その子だけの小説ですよね。その子だけを喜ばせる小説になったんですけど、はい。それでも、やっぱりその、要するに作り上げるっていうことはしんどいですよっていう話になりますよね。だから0から10、0から100点のものを作るっていう、まあ100点のものを作れたら最高ですけど、はい。それが原作者の皆さんの要するにお仕事ですよって。脚本家は違うと思うんですよ。脚本家は違うと思う。脚本家は私が YouTube でやってるに近いと思うんですよね。起こった事例をできるだけそのまま持ってきましょうねっていう作業をするっていうことなんですよね。だから100点の作品をね、その、まあ例えば原作の点数を100点としましょう、仮に。これを95点とか、90点とか、80点にしちゃうのか、10点にしちゃうのか、0点にしちゃうのかって仕事。だから原作のものを、原作はもう売れてるし、みんなから大ヒットしてるし、すごい売れてるってもう実績があるんですよね。まあ要するに100点満点だよってことです。もう0点とか10点のやつも淘汰されてるから。そもそも売れてないから。そもそも実写化しようなんて話にならない。100点の作品がありましたっていうのを、この原作をいかに壊さないようにするかっていうことが問われる、腕を問われるのが脚本家だよね。ホームラン、ね、狙う必要性ないよね。そうだよね。ヒットしたりとかして、ヒットしてる要するに、原作者が要するに三塁打を打ちましたっていうんで、スクイズで要するに、その三塁打をホームに返してくるっていう作業をするのが、脚本家の仕事だよね。同じ立ち位置じゃないと思ってる、俺。同じ立ち位置じゃないと思ってる。どっちが偉いとか、どっちが要するに悪い、いいっていうのは、本来は言うつもりはなかったです。今回のケースが起こるまでは。それは、その AD さんだろうが、ね、プロデューサーさんだろうが、それに人にはその人の要するにしんどさがあるし、一生懸命やってる人はそれは要するに、そのお金がどういうふうに分配されるかは別にしたとしても、それは尊敬するべきだよっていうのは私の考え方なので、はい。それはその責任度合いとかによって変わってくるから、お金の分配の仕方が変わってくるのは当然やと思うけど、だけど、脚本家の人たちが批判されてるのは違うじゃないですか。ね。その、いや、原作者の人が、すみません、原作のまま使ってくださいねって言って、8話まで行って、すみません、原作のままと全然違うんですけどって怒ってきたわけじゃないですか。そうじゃないですか。そしたら、脚本家の人たちが本当に原作者のことをリスペクトしてるんだとしたら、すいませんって言って、そんなことになってると私知らなかったです。ごめんなさい。っていうか、我々のそれでも、要するに、日テレ自体をかばうんだとしたら、まあ、松井君みたいに、すみません、私の力不足と、私が勘違いしてましたって言ってごめんなさいって言うんが普通じゃないですか。日テレかばうんやったらその答えしかないんです。日テレかばうんって私が暴走しましたって言うしかないんです。日テレすいません、今回ちょっていうかケツ持つって言って、まあ要するにやるからっつって、その原作者を守ろうっていう話になって、原作のファンの皆さん申し訳ございません、今回ちょっと改変したのが私のせいです、改変したのが私のせいです、私がこういうふうにしたらもういいんじゃないかっていうふうに考えてやった結果、1話から8話までぐっちゃぐちゃになりましたっつってごめんなさいって言うんが普通やん。それやったら日テレ守れるよ。ね、脚本家のせいですって、脚本家が泥被りましたっていうふうな話になる。違うやん、これ。脚本家が自分泥被りたくないから原作者に要するに被せてきますって。お前自分が好き勝手にお前脚本で改変しまくってやる。問題起こったら原作者のせいですって、お前むちゃくちゃすぎるよ。成功した時は自分らが取るんかって。でしょって。で、みんなでそれ一人やったらわかるでって。この事件起こって。一人やったら、あ、こいつアホなんやなって思うでって。何人も寄ってたかって要するに来るっていう状態、いじめじゃなかったって何なのこれ。学校で起こってもこんな死んでる。小学校中学校で起こったら即要するにそのホームルーム開きましょうかって言って、でもちょっとこっち来いってなる。塾でもそんなの起こったりしたら、はいちょっと待るよって言って、あるよちょっと前とこ前とこ前ちょっと来いって言って、ありましたよ別に。はい一件二件ちゃいますよそんな。それは良くないですよねって。軽いんから重いまで行ったら、ね、いっぱいありますよそんな。はい、
それで全部要するに、ああこれ今回で俺クビかなとか思いながら、要するにこうやってなってるなっつって、それやったらあかんよなっつってそういじめとかではなんかあってて、それも自分が持ってるクラスじゃなかったりすると大変やと思うなんで俺がと思うはいいう感じになるんだけど、でもそうやだってネットリンチしたの誰って話なんですよ。ネットリンチしたのは脚本家の人たちで、それを批判されてるんですよ。一番原作者の作品使わせてもらいました、でも原作者の人たちがその原作とそのまま使ってねって契約の内容だったのに違うでしょっていう話で言いましたって、おいあいつら横やり入れてきて原作者要するにブーってやって SNS で原作者を批判したんでしょってな、批判されて当たり前やん。何を擁護することができんの、一般人が見ててもこの 業界人から見たらそれは擁護できますねって言ったら、擁護してるやつは全員頭おかしいんちゃうかと。で、ここポイント、それをさらにネット民のせいにしたいと思う。だから脚本家連中とか日テレの連中とかマスコミ関係の連中、これネット民のせいって言ったんですよ。いやいや、火つけたのお前らよ火つけてもガソリンバーバラ撒いてやで、火バーッとつけてやで、仮にネット民のせいやったとしようよ、仮にそれが燃え上がってて、火つけた第一人者は誰なんですかね。だから俺ちゃんと言ってんすよ、ここ俺だからもう今回これはっきり言っとくんですけど、これまたこんな動画で話のすり替えしてくるやつおったら俺毎回言ったと思ってんの、今回はい毎回言ったと思ってんの。いや、実名も言って脚本家の人たちが何で批判されてるかもう何回も言うんです。先生SNS で原作者批判したから、集団で、はい、SNS で原作者批判、原作者批判するんじゃないでしょってね。日テレの体制やプロデューサー、要するにその仕組みに関して批判したんですか、それだったら分かる。おい日テレのこの仕組みおかしいやろって言って、お前全然話こっち生きてんと違うやんけって言うんやったら分かるわ、愚痴として言ってもたやな。原作者の絡み、要するに、それ改変すんなって言って、こっちに降りてきてねってやーって言うんやったら、酒飲んで書いてもたんやなと思う、俺も。それはな。だから、直で、なんで原作者が言ってくんだよって言ったら、どんな扱い受けてんの原作者の。でしょって。はい。しかもそれをポイントここで。それ、ここで。それで原作者の批判してるだけだと俺出てけへんで。俺ら出てけへんで、それはあくまで原作大好きと原作者と、要はあくまで日テレの戦いやから、それネット民のせいにしてきて、アンチコメントとか封じてくるとか、そのなんかネットの言論空間の自由な空間を規制してくるとか言ってくるのって、ふざけんなよって言われて、俺はその要するにわちゃわちゃした空間が好きなんです、俺の YouTube のねコメント欄は。だから俺にも影響を与えてくるんでしょって、じゃあ殴っていこうかってバーンするの、ね、ということです。だから、まあ、要するに、まあ、みんなは、要するに、ここで、要するに覚えてるのは、脚本家でゴミクズみたいな連中なんやなっていうのが、まあ、共通認識として、まあ、全体の、要するにね、Twitter であったり、YouTube であったり、いろんなところの SNS の界隈で考えられるようになりましたっていうことですね。はい。だから、話すり替えないでって話して、皆さんもこれポイントになってくるんですけど、話を多分今回何回も、要するに、すり替えようとしてきます。日テレにしろ、脚本家にしろ、話を何回もすり替えてくるんです。で、話を何回もすり替えてこようとするから、それに対する対抗言論は1個しかない。違うよっていうのを何回も言ってあげることです。100回言ってきて洗脳するんだったら101回要するに本当のこと言うべきです。いいですか？違うよって何回言わしてんのって。100回洗脳かけてこようと思ったら、その洗脳に対抗するには101回も正しいことを言うことです。これ本当にやってくるから、これ洗脳の手口としてあるよ。嘘100回言ったら本当になるの法則なんだけど、それを対抗するための要するに言論っていうのは101回本当のこと言うんです。違うよって何聞いてたんですかオタクって、はい、いうことですね。はい、ということなんでね、まあそれを要するに、まあ私も YouTube でね、まあ変なこと脚本家が言ってきたら、まあそのためにちょっと言ってやろうかなと思ってますんで、よろしいでしょうか。はい、それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。100回言われたら101回言い返す